どうも皆さんこんにちは。ケツ中継でございます。ということで、お久しぶりでございます。ここ最近ね、私ね、だれてるんですよ。ゲームに対して。だれてるんです。なんかこう、私、例えば好きな食べ物ってカレーなんですよ。ただ毎日カレー食ってたら飽きるやろ。なんかお好み焼きとか、なんかラーメンとかいろんなの挟んで総合的にカレーが好きみたいな。まあそんな感じで私バトルフィールド1とか大好きですけど、まあずっとやってたらやっぱり飽きが来るわけですよ。だからこうフォートナイトとかいろんなのにこう寄り道してこう最終的に BF1 みたいな形だったんですけども、もうそのフォートナイトとか他のゲームとかもなんかこう7になってきて、もうちょっと刺激的なゲームが欲しいみたいな、でもやることないっていう感じでね、最近だれてるんですよ。だれてるからもうあんまりゲームせんと漫画とかばっかり読んでるんですけどでそんなこの私のゲームだれてる感を吹き飛ばしてくれるようなゲームに出会って、これもぜひ皆さんでご紹介したいというか、もうプレゼンしたいと思ってね、今動画撮ってるんですけど、さすがの私でもちょっとね、あやべえこれ神ゲーかなと思ってね、敬礼を払わざるを得なくて夏やけど久しぶりにこの格好なんですけど、今日ね、ちょっと紹介したいね、やつはね、こちらのゲームでございます。ドン！インサージェンシーってやつかな？ちょっと読み方わからへんけど。これ、これです、これ。これね、もしかしたら、FPS 業界に風の開けるじゃないかなと思うゲームなんですよ。例えば PS4 って今、FPS といえば何ですかって言われたら、まあ、バトルフィールド、で、ブラックオプス、そしてレインボーシックスだと思うんですよ。で、それぞれは積み上げてきてると思うんですよね。戦場化を味わうならバトルフィールド。で、こう、スポーティーにファンタスティックな、こう、打ち合いバン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 やっちゃおうぜみたいなの味わえたら COD。で、こう、タクティカル系のコアなやつは、レインボーシックス。で、分けてるんですけど、また全てのジャンル、この今流行ってる3つのジャンルと違って、新しく台頭してくるかもしれないっていうのが、このインサージェンシーなんですよ。で、このゲームって、このインサージェンシーっていうタイトルだったら一作品目なんですけど、もともと別のゲームでなんかやってたらしいんですよ。言っちゃえば PUBG の前のハイジみたいな感じでやってて、で、総合的に考えればなんか2作目あたりらしいんですけど、Steam だけで発売して300万も売れてるんですよ。すごくないですか？結構すごいです。プラットフォーム一つだけですよ。で、次回作でインサージェンシーサンドストームっていうのが今年の9月に発売されるんですが、なんと、PS4 にもついに参戦するというわけですね。いやー、これね、もしかしたらね、風穴開けるかもしれない。もう全くね、三大 FPS と別ジャンル。まあ、後々、この次発売されるサンドストームが、こう、バーンっていかないにしろ、いずれ、これ、開けるで。多分開けると思う。うん。まあ、ただね、日本語に対応していないんですよ。日本語に対応していないので、PS4 版が、2019年、内に発売予定らしいんですけども、まあ日本版が出るかはわからない。ただ海外で今じわじわ来てて、で日本人でも、わ、これ結構面白いなっていう人がじわじわ増えてきてるので、なんか日本語に対応しますよみたいな動きは公式であるらしい。あるらしいから、ちょっとそのね、続報を待ちたいところなんですけども、私ぶっちゃけね、今回レビューするんですけど、そんなにやってないんですよ。全然やってない。マルチが一回もやってないです。でも、レビュー、こんなに行き急いでやってるかっていうと、日本時間の8月16日の朝2時、午前2時まで、インスタジェンシー無料です。無料。これが言いたくて、ちょっと、もう今バーってレビューしてるんやけど、これ、無料です。しかも、この無料をダウンロードしておけば、次回作のサンドストームってやつ、アーリーアクセス版で3500円ぐらいなんですけども、それがアーリーアクセスやから、10% オフで、さらに前作のインサージェンシーを持ってたら、さらに 10% オフなんですよ。だから、とりあえずこれね、無料なので、ダウンロードしとくべし。それが言いたくて、引き急いでレビューをしようと思ってるんですけど、で、これどういったゲームかっていうと、これね、私の動画見てる人にはね、おお、やるやんってなると思いますよ。世界観が、イラクとか中東ですね。そこら辺を舞台にした、イラクバーサス、ま、アメリカっていう形になってます。結構、来てるやろ。でございます。で、使える銃ももちろん実銃でございますし、全体的に言うと、リアル思考の FPS です。完全リアルではないよ。リアル思考の FPS。で、これ基本的に16対16で2分体なんですよ。で、1分体8人制で、で、分体それぞれに役割があります。なんかこう、バトルフィールドみたいに全員偵察員みたいなのはできなくて、なんかこの分体での偵察員は何人までとか、そういうのが決まってます。まあ PS 民にしてはあんまり馴染みがない形だと思うんですけど、PC ゲーの FPS では割とよくある形ですよね。ベルダンとかでもそうだったと思います。で、モードが、ソロと、コープモードと、マルチプレイヤーの
3種類あります。マルチプレイとかは基本的にキャプチャーモードです。3拠点全部を同時に取ったら勝ちとか、こうやって縦のラインがあって C 拠点を取って B 拠点を取って A 拠点を取ったら勝ちみたいな感じで、いろんなタイプのキャプチャーモードがあるっていう形ですね。でレビューとかをバーって見てたんですけど、マルチプレイヤーももちろん面白いんだけど、コープモードの方が面白いよねっていう人が多くて、コープモードの方が人気らしいです。でコープモードを調べてみると最大8人で協力プレイができるということです。これすごいっすよね。まあ、コープモードっていうのは PVE です。対コンピューターですね。だから言っちゃえばレインボーシックスシーズでいうテロハントです。でそういったモードが8人でできるということです。そしてなんか AI の完成度も割と高いらしくて、人間臭い挙動をしたりとか結構こういやらしいプレイみたいな感じもするらしくて、一番難しいモードで行ってしまうと PC であるにもかかわらずですよ、まあ、PC っていうのはエイムしやすいんですよ。エイムしやすいからねやりやすいの。まあ、レインボーシックスでいうテロハンとかも PC でやったらね結構割と簡単なんですよっていう、 PC にもかかわらず数回に1回成功するぐらいっていうレベルでめちゃくちゃ難しいらしいんですよ。これねやばいっすね。だからまあ PVP っていうとさ、結構こうギクシャクしたりするじゃないですか。バチバチの試合になったりしてね、で一方的にリスキルとか流されたりして泣いたりすると思うんですよ。だから PVP ね結構毛嫌いしている人たちもいると思うんです。そんな人たちも楽しめるように PVE が用意されているんですよ。これ熱いですよね。で次回作はソロがないやったかな、キャンペーンモードがちょっとまあ予算が足りんかったんかわからんけど凍結されたらしくて、まあコープモードとマルチプレイの2つらしいです。で、どこがリアルなんですかというところじゃないですか。これ本当にねすごいっすよ。まず、銃の残弾数を確認することができません。まあ、普段だったら右下とか左下に銃の残弾数があるじゃないですか。でも実際銃の残弾数ってわからないでしょ。だから確認ができません。確認ができないので、まだ弾あるかなと思ってやったらカチカチ、うわーおーシッと弾ねみたいな感じで撃ち殺されるみたいなパターンもあります。でもちろんミニマップも存在しておりません。で、キルログがないです。キルログがないので、例えばさ敵を倒したらさチャリーンって言ったりとか、真ん中にプラス150スコアポイントを獲得とかさ出たりするじゃないですか。そうやってキルを確認することって簡単だったと思うんですけども、そういうのが一切排除されてるんですよ。だから敵を倒したかどうかわからないです。ちゃんと肉眼で確認しないとわからない。これね渋い、うん、渋みが深いっすね。であとクロスヘアが存在しておりません。これもすごいでしょ。まあ、通常 FPS やるときって真ん中にこう十字のあるでしょ、レティクルみたいなのが、ショットガンとかだったら丸とかあるじゃないですか。で腰打ちするときはその十字を敵に合わせて打ったりしたりしたと思うんですけども、そういうのが一切ないので腰打ちがすごく難しいです。だから基本的にこう覗いて打ちたいんですけど、もちろん覗くときには時間がかかるので、まあ、近距離とかの時にはもう本当に中央に当てるしかないみたいな感じでね、割とねエイムも難しくなっております。で基本的に一発とか二発弾当たったらすぐ死んでしまうんですよ。そこら辺もちょっとリアル寄りなのかわからんけど、でリスポーンが通常みたいに死んで何秒後にリスとかそういうのではなくて、ラウンド制とかでもなくウェーブ制です。ウェーブ制のリスポーンです。例えば特定の C 拠点をキャプチャーしたら、全員死んだやつが一斉にリスポーンをそこからできるよとかね。あとはなんかこうまあ、何人もこう死んで溜まっていって、で、ある一定の条件を満たしたら、そこで死んだ人が全員リスポーンだよ、みたいな感じのウェーブ制というのを取っております。一発当たったり、二発当たったりしたら、基本的に死ぬんですよ。体力がクソ少ないんです。クソ少ないので、基本的に分体行動しなければ、まあ、ほとんど勝ち目はないです。だから、COD とかバトルフィールドみたいになんかグワーって行くよりかも、もっと分体寄りの行動が求められるゲームでございます。で、次回作なんですけど、これマジですごいなと思うのが、私やっぱり銃声音とかって非常に大切なんですよ、私の中で。で、このガンサウンドなんですけど、まあ、バトルフィールドみたいに室内での射撃音と室外での射撃音は違うらしいんですよ。まあ、これは、まあ、よくある形じゃないですか。これすげえなと思ったのが、部屋のサイズとか、オブジェクトの配置によって、発砲音が全く違うらしいです。これすごくないですか？ちゃんとね部屋のサイズとかね、その部屋の中にあるオブジェクトの配置とかで発砲音が違うらしいんですよ。うわーと思ってね、
まあ、もちろんね、弱点もあると思うんですよ。まあ、まず、日本語に対応されてないで、個人的にはちょっと視野角が辛いかなって。他の FPS と違ってね、結構ね、ズシャーってなってるので、ヨウ FPS 慣れしてる人でもなんか視野角でヨウから、そこら辺変えれたっけな。まあ、次回作は改善されていると願いましょう。で、これが、アタッチメントをいじれる画面なんですけど、これ見てください。まあ、いろいろさ、レッドドットサイトとかさ、フラッシュサイトとか、なんかまあよくありきたりな、よくあるパターンでしょ。で、俺これすごいなって思ったのが、銃弾ですよ、銃弾。銃弾選べれるんですよ。銃弾を変えれるっていうのは、そんなになかったっすよね。これすごいなと思いました。銃弾までいじれちゃうっていう。で、さらに、重さっていうのがあるんですよ。重量制限があるんです。だから、もうガチガチにアタッチメントとか、なんか強い武器とか積みまくったら、重量オーバーで、これ以上はもう無理ですよっていうね、重量制限が設けられてるんですよ。これも新しい試みやなっていうのを思いました。で、まあ武器とかもいろいろあって。Yo, guys, I'm loading!まあ、こんな感じでいいっすよね。うん、めっちゃいい。で、俺これすごいいいなと思ったのが、倍率スコープあるじゃないですか。で、倍率スコープを覗いた時のこれ、この感じ。なんか通常、SR とかさ、スコープ覗いたら、こう画面があったら、ほんと画面いっぱいいっぱいまで覗けてしまうじゃないですか。そうじゃなくて、ほんのちょっとしか覗けないんですよ。だから、他の FPS だったら、スコープを覗いた状態で索敵ができるっていう形でしょ。それって、普通あんまりありえないじゃないですか。でも、これは、ちゃんと見つけて、そこに合わせて、エイムをし、スコープを覗かないと、できない。これ、渋いなと思った。これ素晴らしい。うん、あと、この射撃した時に、ほら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 、見える？煙。煙出てるでしょ。硝煙が出てる。これやばい。ああ、これはやばいっすよ。ちゃんとしてるよね。いやーで、リロード音とかもね。ああ、渋い。ああ、渋いね。で、これ SLR なんですけど、このスコープに関しては、覗いたときに、まあ、ちゃんと見える範囲が狭いっていうのもあれなんですけど、撃ったときに、ほら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 。連射したら、もうスコープ自体も、ぐわーって揺れるでしょ。銃やん。これ。これ銃やん。スコープがリコイルするっていうのって、他の FPS ってあんまりないんですよ。もちろん、リコイルしますけど、多少はねっていう感じなんですけど、これは、ちゃんと、銃と同じで、ぐわーってね、揺れる。これね、たまらんわ。渋い。で、俺一番ね、ビビったのはね、このリボルバーです。これちょ、見て、このリボルバー。この時の俺、うーっていう。ね、見てこれ、ほらほら、一発ずつこの込める感じ。一応アタッチメントでね、スピードローダーもね、つけれるんですけど、もう外してますよ、私は。一発ずつこれ詰める感じたまらんよね。あ、俺ね、このリボルバーの挙動初めて見た。多分他の FPS でなかったんじゃない？初じゃないのこれ。いや、俺知らん。ちゃんとね、弾がなくなっても、一応ね、撃てるんですよ。その代わりカチャ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 回るだけっていうね。この再現性の高さ。ロマンですよ。俺最高にクールだと思いません？これやばいよね。いやー、これはね、進化の余地がある。これ2014年なんですけど、マジで進化の余地がある。で、次回作の9月に発売されるやつは、私まだベータ版触ってないんですけど、一応購入者限定で、8月30日から9月15日までに、こう、適当に、こう、バン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 ってアップデートが入りながら、ベータ版ができるようになるらしいので、これちょっとね、期待大ですよ。期待大。この無料の前作はまだ改善の余地があると思います。なんか神ゲーの予感が見えるっていう形。で、次回作もまだまだ成長の段階で、もしかしたら、なんか、どっちつかずのまだまだ中途半端なゲームかなっていう形になるかもしれません。ただ、このまま開発が進んでいって進化していけば、来るよ、これ。だってマジで、銃声の音とか、この、グラでリロードの音でリロードのこの遅さとかも、俺の中でかなり来てるから。
これからに期待かなっていう、作品でした。だからとりあえずね、皆さんね、これ無料なので一回触ってみてください。PC ゲームができる環境の人であれば。まあ、2014年発売だからね、マルチとかね、今から参戦するのはね、かなりきついと思うんですよ。だから、まあ、これを無料だからといって、がっつりできるわけではないかもしれん、もしかしたら。で、ルールとかも把握するのがすごい大変だとは思います。ただ、次回作も出てくるので、この無料で鳴らして、次回作やってみたらいいかもしれんね。コープモードがあるから、そんなにストレスなく自分をこう成長させていけるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。